ホビット省ホビット省は JRR トールキンの著作に登場する中津国にある架空の地方で通例州と訳される英国の地域の普通名詞シャイアが固有名詞化した地名ザシャイアを予訳したもの。ホビットが数多くの集落を作って居住している地域とされる。ホビット省全体を東西南北に4つに分けた区域をそれぞれ東4が一の省。 西四が一の省などと呼ぶ。主な集落には、大堀町、水の辺村、ホビット村などがある。また、有力な豪族の一族が居住する地域には、トゥック号、バック卿など、その名を冠した名前が付けられた場所もある。ホビット省には、王の権威を代行する、セイン、大堀町の町長であり、ホビット省全体の公務を務める、省長などの役職がある。 ホビットは元来地面に穴を掘り住んできたが、居住環境の変化によりこの習慣を続けるのは難しくなっていった。実際ホビット賞でこの住まい方を維持しているものは、富裕層か貧困層のいずれかであった。前者の者のはトンネルを分岐させて、複数の部屋を設け、住み心地の良いように衣装を凝らした豪華な住まいだったが、後者の者は掘った穴にドアをつけただけか、 それに窓を一つ加える程度のものだった。また、穴を掘って暮らせる立地条件が限られていることもあり、ホビット賞の人口の増加に伴い彼らは地上に住居を建てて住むようになった。建築技術は彼らがまだエルフや人間と交流があった時代に伝えられたものであったろうと推測される。そうして建てられた初期の住居は、住みあるを模倣したものであったが、 彼らはドワーフから学んだり自ら技術を習得する、形で技術を磨き、ホビット独自の建築様式を確立していった。丸い窓やドアが彼らの建築の特徴である。なお高いところを嫌う彼らの習性から、ホビットの家に2階はない。ホビットがいつから中津国に暮らしているかは、今や誰にもわからないが、彼らの歴史伝承におけるホビット賞の起こりは、 第3期1601年に、グリー村から、ファロハイド族の兄弟マルコとブランコが一族を率いて、西方に向かい、バランデイン側を渡り定住したことに始まり、これが、ホビット省歴の起源第1年となった。当時はまだ北方王国アルノールは、滅んでおらず、移り住んできた土地は、王国の所領であったため、ホビットたちは、バランデイン側にかかる、石弓橋をはじめとする橋や、 道路の補修管理を行うことで王の使者の往来を妨げないこと、王の主権を認めることを条件に、王の親民として、東はバランドゥイン側から、西は向こう側か連休に至る地域に定住することを許された。しかし実質的な統治は、ホービットの主張たちによって行われ、彼らは自分たちの監修に従い生活し、北方王国滅亡後は、主張の中から、 王の代行者である繊維を一人選出することとした。なおオールドバック家のバック教へ入植と、王からの西境の贈与により、領地が拡大している。ホビット賞では、歴史的に特筆すべき出来事は、あまりない。闇病の流行と長い冬に続く年の大飢饉で一時数が減少したものの、入植した土地が、もともと工作に適した、豊かな土地であり、気候も温暖なため、 ホビットは数を増していった。それゆえ彼らは自分たちの平和で恵まれた生活を享受し、ホビット賞の外の他の種族や事件について目を向けなくなっていった。ホビット賞で起こった戦いは、バンドブラストゥックが北方より侵入しようとした、多くの一軍を撃退した緑野の戦い、そして冥王、サウロンが滅んだ後、ホビット賞を乗っ取ったサルマンとの戦い。 水の辺村の戦いのわずか2回だけである。指輪戦争後、ゴンドール、アルノール両国の王となった、アラゴルン二世は、この地方を再統一王国に包括はするが、人間がホビット省に立ち入ることは禁止し、王自らもこれを守った。ありがとうございます。